300勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、300勝という数字は。うん、特に何も。あ、そうですか、はい、まだ通過点という感じですか、はい。ただ今日は連勝でこの300勝というのを決めましたね、はい。どうですか、このポンポンと決めたというのは。うん、そこも特に何も。そうですか。普段からどうですか、数字というのはあまり意識はされないですか。いえ、意識はしてますけども、うんうん、常に目標は毎年30勝してリーディングベスト10に入ることっていうのを目標にしてるので、まあ、今年がちょうどね10年目ですので、はい、まあなんとか平均すると年間30勝できてるなっていうのは。どうですか、今シーズンも終盤になってきました。どうでしょう、この後どんなレースをしていこうというふうに思われますか。まあ、去年がねだいぶ成績良くてリーディング3位になりましたので、今年もまだそれを目指して勝ち重ねていきたいと思います。そうですか。ではファンの皆さんに最後一言メッセージお願いします。これからも頑張ります。応援よろしくお願いします。300勝達成されました小野望調教師でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。